引き続いて質問を行います栗原俊二君 え皆さんこんにちは公明党広島県議会議員団の栗原俊二ですえ先の広島県,県知事選挙で3期目の当選を果たされた湯崎知事当選誠におめでとうございますえこの度の選挙において知事は2期8年間の県政運営に一定の評価を受けえ今後4年間の広島県の舵取り役を任されたわけでありますえ選挙戦での知事の訴えの中で 特に私の耳に残ったのが、今日質問に立った尾形議員、高弘議員同様、誰も置いてけぼりにしないというフレーズでありました。公明党は若者からお年寄りまで、すべての世代が安心して暮らせる社会、そして誰も,誰もが持てる力を存分に発揮できる社会を目指します。まさに誰も置いてけぼりにしない社会であります。公明党の目指す社会と 知事が向かおうとしている方向は一致していると理解しておりまして、大変心強く感じております。3期目も引き続き、県政運営に力強いリーダーシップを発揮されることを大いに期待いたしまして、本日の質問に入りますそれでは一問問一答の質問席に移動いたします。 栗原俊二君、質問の第一は子どもの未来を応援する施策の推進についてお伺いいたします次の時代を支えるのは今を生きる子どもたちですその子どもたちが自分の可能性を信じて前向きに挑戦することで未来を切り開いていけるようにすることは今を生きる大人たちの責務であると考えます私は今子どもたちが生き生きと活躍できる社会を作るための子どもの未来を応援する施策の充実が重要だと考えます 湯崎知事はこの度の知事選でも、子どもの貧困対策の強化が喫緊の課題であると述べておられました。また、9月定例会において、子どもの未来を応援するための取り組みへの決意を問う、我が会派の草加議員の質問に対して、知事自らが先頭に立って全力で取り組むと、こういうふうに答弁をされました。 知事に再選をされ,これ、ま、これからまさしく新たな取り組みを進めていくための検討を行っているところだと思いますけれども、改めて子どもの未来を応援する施策や、施策推進のための組織体制などを含め、どのように取り組もうとされているのか、お伺いをいたします以<上>知事、湯崎秀久君。 次世代を担うすべての子どもたちが、生まれ育った環境に左右されることなく、健やかに育ち、夢や希望、意欲にあふれ、自立した人間へと成長することは、県民すべての願いであり、子どもたちが将来、社会参加や自立するために必要な知識や能力を身につけられるようにしていくことが重要であると考えております。このため、子どもの貧困対策における効果的な支援の在り方を検討するため、 今年度、子どもの生活に関する実態調査や、学びのセーフティーネット構築に向けた検討を行っているところであり、引き続き調査結果のさらなる分析を進めるとともに、有識者からの意見を踏まえて、より実効性の高い子どもの貧困対策に取り組んでまいりたいと考えております。また、施策の推進体制につきましては、昨年度から町内の部局横断組織である 子どもの貧困対策推進連絡会議を設置いたしまして、検討を進めているところでございますが、来年度以降におきましては、福祉、教育、労働などの幅広い分野の施策を重層的、総合的に推進するという観点から、新たな推進体制について検討してまいりたいと考えております。県といたしまししままてては将来をを担う大切な子どもに何よりも視点を置きまして 誰一人として置き去りにすることなく、すべての子どもたちの未来をしっかりと応援する政策の推進に取り組んでまいります。栗原<上>次に、子どもの未来を応援する教育負担の軽減についてお伺いいたします。え公明党は、すべての子どもに質の高い教育を受ける機会を保障するべきであると一貫して訴えてまいりました。え今回の衆議院選では、 待機児童解消策の前倒し、幼児教育の無償化や私立高校授業料の実質無償化、大学生向け給付型奨学金の拡充や、授業料減免の拡充を掲げました、経済的な事情に関係なく、希望すれば誰もが必要な教育を受けられるよう、教育負担を軽減することは、子どもの未来を応援する施策として重要だと考えますが、知事のご所見をお伺いいたします。以上 知事崎すべての子どもが家庭の経済的事情などにより、教育機会を制限されることがあってはならないと考えております。このため、保育所等におきましては、低所得世帯や子どもの多い世帯の保育料の免除等の実施や、小中高等学校および特別支援学校におきましては、 学学学援助や学支援金などのの制度ににより修学に関するる経費の負担軽減を図っているとこ,ろでございますこうした中、国において進められております人づくり革命は、幼児教育の無償化や給付型奨学金の充実などの負担軽減を実施することとされており、子育て世代の経済的負担を軽減することは、少子化対策の強化につながるものであり、 また、学力はありながら、経済的な理由で高等教育への進学を諦めていた子どもの教育機会の拡大が図られることは、日本が将来にわたり、さらなる活力と競争力を創出していくためにも、強力に推進していただきたいと考えております。一方で、限られた財源の中におきましては、それぞれの世代や段階に応じ、負担軽減と合わせて、 質の向上と量的拡大に取り組むこととが重要であると考えておりますこのため、例えば、幼児教育におきましては、さらなる保育ニーズへの対応や、待機児童の解消に向けた受け皿の量的拡大が必要でありますことから、保育人材の確保や保育施設の整備について、市長等と連携し、これまで以上に進めるとともに、併せて乳幼児期の教育・保育は、 その後の人生に与える影響が大きいことから、保育士の専門性を高めるキャリアアップ研修等を実施し、教育・保育の質の向上を図ってまいります三点目は、子どもの貧困対策計画の策定についてお伺いいたします。子どもの生活に関する実態調査の結果、暫定値がこのほど公表されました。 広島県内の子供のいる家庭の4分の1が生活困難層であるという衝撃的な調査結果であり、家庭の経済状況が子供の学習や生活、将来の夢などに影響していることが浮き彫りになりました。県では平成27年3月に策定した広島ファミリー夢プランの中に、子供の貧困対策計画を盛り込んで作成しておりますが、この度の調査結果を踏まえて、 新たなな計画ととしてて策定すするる必要があるのではないかと考えております先ほどもご答弁いただきましたように、今後、実態調査の結果を踏まえまして、さまざまな施策に取り組んでいかれるものと思いますが、県として改めて計画を定め、広く周知することが求められているのではないでしょうか、ついては、広島県の子どもの貧困対策計画の策定について、知事のお考えをお聞かせください知事、湯崎秀行君。 本県の子どもの貧困対策計画につきましては、ご指摘のとおり、平成27年3月策定の広島ファミリー夢プランと一体的に策定したところでございます。しかしながら、今年度実施いたしました子どもの生活に関する実態調査の結果や、学びのセーフティーネット構築検討事業における有識者意見などを踏まえますと、今後、子どもの貧困問題の解決に向けて、取り組みをさらに充実すべきと考えております。 具体的には、現在、厳しい環境に置かれている子どもや家庭への支援に加えて、貧困の連鎖を防止する取り組みの強化や、施策の実施においても、県と市長、さらには福祉、教育、労働などの幅広い分野が連携して取り組む体制の整備なども必要でありますことから、まずは現在の計画のもとに、実施レベルでの施策の体系化に着手してまいりたいと考えております。 知事も申し上げましたけれども、子どもの未来を応援する施策の充実、今の子どもを守るだけではなく、少子高齢社会に突入した本県が、将来も活力を維持し、成長を続けるために重要な視点であります。うん、広島県におきましては、全庁を挙げた万全の態勢で、一気にこの施策が展開されますよう、要望しておきたいと思います。 質問の第2は災害に強いまちづくりについて質問いたします1点目として河川の氾濫等の監視体制の強化についてお伺いいたします今年7月の県北西部における梅雨前線豪雨については急激な増水により多くの河川で氾濫の危険性を心配する状態であったと伺っておりますまた同時期の九州北部豪雨では山間部の中小河川で大きな被害が発生し 住民からの通報で初めて被害の発生を把握した実態もあり、国は水位計が設置されていなかった河川では、水位などの現地状況の把握が難しかったと結論づけています。こうしたことから、国では全国の中小河川の緊急点検を行い、この12月1日にその結果を踏まえた、中小河川緊急治水対策プロジェクトが公表され、その対策の一つに、 洪水時の水位監視のための水位計の設置が挙げられました。対策箇所は全国で約5800箇所、事業費は110億円となっており、本件分では96か線箇所が示され、平成32年度までの3年間で設置することになっております。現在、県内には175箇所に水位計が設置されておりますが、今回設置される96箇所は、どのように選定されたのでしょうか。 また、この数を設置すれば県内、県内全域をカバーできることとなるのか、併せて土木建築局長にお伺いいたします。<上>土木建築局長、三上厚創君。県内では比較的規模が大きく、洪水により相当の損害が生ずる恐れがある河川におきまして、 現在、国が58箇所、県が117箇所、合計175箇所の推計を設置しているところでございます。今回公表された新たな設置候補の96箇所につきましては、全国の中小河川の緊急点検におきまして、過去に浸水が生じた箇所や、市役所、役場などの重要な施設が浸水する恐れがある箇所など、国土交通省が定めた基準に基づき、選定したものでございます。 今後、国、県、関係市長で構成する広島県管理河川大規模氾濫時の減災対策協議会などでの意見を参考に、96の候補箇所以外も含め、個別に推計設置の必要性を精査し、優先順位の高い箇所から順次設置を進めることとしております。引き続き、県全域への計画的な河川監視体制の充実強化を図り、 県民の安全安心の確保に取り組んでまいります以上、続いて河川の氾濫時における避難指示等についてお伺いいたしますので、危機管理官は答弁待機席にお願いいたします危機管理官、答弁待機席をお願いします。 以上原俊二君、えー、ただいま水位計の増設について、えー、土木建築局長にお伺いいたしましたが、その設置,か、えー、設置効果を発揮するには、市長と連携して水位の観測情報を分析し、住民への情報提供や避難誘導を適切に行うための体制や仕組みが必要であると思います。現状においいてててもも小規模な河川では水位計は水設置されていても 避難判断などを行う推移の基準は定められておらず、推移の動きや降雨状況などを総合的に判断して各市町において避難勧告等を行っていると伺っております。推移系の数が大きく増えることで、市長はより詳細な情報が入手可能となりますが、より広範囲における判断や対応を迫られることになります。そこでお伺いいたしますが、迅速かつ的確な避難勧告等を行う上で、 市長の判断基準はどのようになっているのか、また、近年における想定を上回る豪雨や今後の推計の増設も踏まえ、判断基準のあり方はどうあるべきか、どうあるべきとお考えなのか、危機管理官のご所見をお伺いいたします。以上、危機管理官、堂井塚さん君。これまでは、比較的規模が大きい河川について、河川管理者が示した基準水位と、 浸水想定に基づき、市長において避難指示等の判断基準を定めていたところでございます。こうした中、本年7月から避難指示等の判断に活用することを目的として、小規模な河川についても、流域雨量指数を用いた危険度分布が国から提供されることとなったところでございます。このため、県では避難指示等の発令の考え方を示すガイドラインを修正し、これに基づき、 小規模な河川にについいいいててても各市お判断基準を定めているところでございますまた、想定を上回るような豪雨の危険性が高まった場合には、気象台とのホットラインを活用し、降雨状況などの、降雨状況の変化などの情報を迅速に入手した上で、市長の避難指示等が遅れることがないよう、判断基準にとらわれることなく、早い段階で助言することとしております。 新たに増設される水計につきましては、市長による避難指示等や、住民の避難の判断に有効に活用されるよう、河川管理者や市長と連携し、検討してまいります。栗原俊二君。2点目は、災害対応の事後検証の仕組みについて質問いたします。 77人が犠牲となった平成26年8月の広島土砂災害から3年が経過し、被災地域における防災設設整備は、国および県が実施する57箇所のすべての緊急事業が完了し、さらに緊急事業と一体的に実施する事業についても、おおむね計画通りに進捗していると伺っております。この間、知事を先頭に積極的に取り組んでいただいたことを感謝いたします。 引き続き、整備促進にご尽力いただきますよう、よろしくお願いをいたします。そこでお伺いしたいのは、災害の事後検証と検証結果の自治体間共有は十分できているのかということであります。過去の災害で明らかになった教訓や課題の多くはほとんど共通しているにもかかわらず、十分生かされていないのではないかとの専門家のご意見があります。米国では AAR、 アフターアクションレビューと呼ばれる災害の事後検証報告の作成を義務化している州が多いそうであります。災害後4か月以内に公表することを決めている州もあるとのことで、州も民間機関も、事後検証に基づいて関連する法律を見直したり、ハザードマップを充実させたりして、その後の対策に生かしております。近年、全国的に自然災害が相次いでいることはご承知のとおりであります。 広島県では3年前の広島土砂災害以降も、昨年は県東部地域を中心に、梅雨前線による激しい雨で、多くの箇所で浸水や土砂崩れ、山腹崩壊等の被害が発生をいたしました。そして本年は6月末から7月にかけての梅雨前線豪雨により、県北西部を中心とする県内各所で、河岸の崩壊や土砂崩れ等の被害,を被害が発生をいたしました。 私は県としてこれらの災害が発生したときには、米国の州のように、一定期間内に事後検証報告の提出を求め、他の自治体が共有できるような仕組みを作るべきだと思いますが、知事の見解をお伺いいたします。<上>知事、井崎英国。君。本県では、これまで大規模な災害が発生した場合には、その対応について速やかに検証を行い、 地域防災計画や各種マニュアル等の修正を行うなど、対応の改善を図ってきたところでございます。例えば平成26年の広島土砂災害を踏まえ、土砂災害防止法の改正に先立ち、土砂災害の危険性に関する基礎調査結果の公表開始や、国、県、市長の情報共有のための合同会議の設置、避難指示等の発令区域の明確化などの改善を行っております。 こうした改善内容につきましては、ホームページで公表するとともに、防災会議や市長防災担当課長会議で説明し、市長におきましても、地域防災計画や要領、マニュアル等に反映されているところでございます。また、被災市長におきましても、災害の都度、県のアドバイスの下、災害対応を検証し、市長防災担当課長会議におきまして、情報を共有しているところでございます。 加えまして、平成28年度から実施している市町長防災セミナーにおきまして、他県の被災経験市町長を招き、被災を踏まえた取り組みと主張の心構えについて、私自身も出席し、意見交換を行うなど、他県の検証事例につきましても共有に努めております。今後もこうした取り組みの充実を図るとともに、 災害対応における事故検証と情報共有のさらなる強化に向けて、検討してまいりたいと考えておりま栗原俊二君。もう一度、危機管理官に質問がありますので、再度答弁、待機席をお願いいたします危機管理官、答弁、待機席をお願いします。 俊二君3点目は、地域の避難拠点となる学校の防災力強化についてお伺いいたします。文部科学省は今年8月、災害時の避難所に指定されている全国の公立学校の防災機能に関する調査結果を公表いたしました。この調査によりますと、非常用物資の備蓄倉庫等の保有数、耐震性貯水槽等による飲料水の確保、 自家発電設備などによる電力確保、携帯トイレ等断水時のトイレ確保、通信設備の保有などの調査項目において、広島県はすべて全国平均を下回っておりましたで。調査結果から分かるとおり、広島県において防災機能強化の取り組みが大変遅れていると思わざるを得ませんが、この点について、本県の防災対策を統括する危機管理官としての 認識と今後の取り組みについてお伺いいたします以上危機管理課ドイツ家族君学校施設を含む指定管理所に、指定避難所につきましては、発災後速やかに電源や通信を確保するとともに、食料、水、簡易トイレなどを提供し、避難者の皆様の生活に支障を生じさせないようにすることが重要であり、 一層の機能強化が必要であると認識しておりますこのため、学校施設の防災機能の強化につきましては、避難所の指定を行った市長に対し、国の財政支援制度を積極的に活用して、各地域の実情を踏まえた必要な設備の整備を主体的に進めるよう働きかけるとともに、県立学校施設の老朽化対策を進める中におきましても、多目的トイレの設置など、 避難所としてて必要な設備備の整備を進めまた、すべての指定避難所が、発災を速やかに機能するために必要な物資や資機材について、県や市長が備蓄を進めるとともに、企業との協定により調達して搬送する仕組みを構築しているところでございます。今後とも、市長や教育委員会、関係機関と連携し、 避難拠点となる学校の防災機能の強化を図るとともに、企業との協定の拡大や、実践的な訓練などを行うことにより、避難者の皆様の生活に支障が生じることがないよう努めてまいります委員長国原俊二君公立学校の耐震化の次の課題は、避難所として求められる機能を公立学校が十分確保することだと思います。 これには、学校施設予算のみならず、防災機能強化の観点からも予算の手当が必要だというふうに思います。県が主導いたしまして、防災機能強化に積極姿勢で取り組まれるよう、強く要望しておきたいと思います。ありがとうございました。質問の第3は、がん対策の強化についてお伺いいたします。1点目は、がん教育への取り組みについて伺いますので、教育長は答弁待機席へお願いいたします。 教育長、答弁対策をお願いします。藤原信二君学校におけるがん教育は、がん対策にとって重要なテーマであるため、今まで機会あるごとに重要性を訴えてまいりました。私ががん教育の重要性に関心を持ち取り組み始めたのが、 全国で初めて東京都豊島区でがん教育が実施された2012年でありましたそれから間もなく2013年に京都府が学校でがんを教えるプロ,プロジェクト事業を始めましたがん対策日本一を目指す広島県は当然がん教育について全国に先駆けた取り組みが可能であるとこのように思い訴えてまいりましたが広島県ではなかなか前に進みませんでした この間、全国的にがん教育の重要性に対する認識は大きく高まり、今春、改定された中学校の学習指導要領にも、がんを取り扱うことが明記されました。特定の病名が載るのは、1998年のエイズ以来だそうであります。せっかくがん対策日本一を表明しながら、国の動きの方が早く進んでいるのは残念でなりません。でそこでお伺いいたします。広島県では 昨年度、モデル校を指定して、がん教育を実施したと伺っておりますが、そのモデル校では、今年度どのように取り組みが進んでいるのか、そして、今年度県内におけるがん教育の実施状況はどのような状況なのか、また、平成28年度に県医師会、大学教授、モデル校校長、行政関係者らでつくるがんの教育推進協議会が設置されたと伺いましたが、今年度の協議会開催状況と、 協議内容について、教育長委員会におきましては、平成28年度、文部科学省のがんの教育総合支援事業の委託を受け、がんの教育推進協議会を設置し、がん教育の推進について検討を行うとともに、モデル校4校を指定し、保健体育課を中心とした事業や、 がんの専門医などの外部講師による講演などを通して、がん教育の取り組みを進めてきたところでございます。こうしたモデル校での取り組みをまとめた報告書本年3月には県内のすべての学校に配布をし、がん教育を学校の教育活動全体を通じて行うよう通知をしたところでございます。今年度の実施状況につきましては、昨年度指定したモデル校では、 保健体育館に加え、理科や家庭科などにおいてもがんに関する内容を取り入れるとともに、引き続き外部講師による講演会を行うなどえ、癌に対する正しい理解や命の大切さについて学習を深める取り組みを行っているところでございます。またモデル校以外の学校におきましても昨年度実施しました。事業の報告書や。 文部科学省が作成いたしましたがん教育の教材を保健体育の授業で活用したり、医師に加えて実際にがんを経験された方を講師に招聘した講演会を実施したりするなどの取り組みを進めているところでございます。がんの教育推進協議会につきましては、学校におけるがんの教育の方向性やモデル校への支援等について検討を行うという目的で、 平成28年度限りで設置したものでございますが、今年度は本協議会で示されました学習指導要領に基づき、がんについての基礎的知識を身につけさせることや、学校保険計画にがん教育を位置づけ、学校の教育活動全体を通じて指導を行うことなどの方向性をもとに、各学校を指導しているところでございまます今後さらに指導の徹底を図ってまいります。 田俊君昨年度、モデル校になった一部の学校などにおいては、積極的な取り組みが行っていただいているようでありますけれども、教育委員会としては、がんの教育推進協議会等での組織的な検討は行っていないということであります。積極的な取り組み姿勢があるようには伺えないわけであります。先ほども申し上げましたように、本県はがん対策日本一を掲げて取り組んでおりまして、 平成27年3月に制定したがん対策推進条例にも、がんに関する教育の推進として、児童・生徒へのがん教育の実施を位置づけられているところであります。今後、新学習指導要領に対応したがん教育の普及・啓発を進めていくために、新要領を踏まえた教員の研修や、外部講師の確保など、教育委員会はどのようにがんに関する教育を推進していくお考えか、局長にお伺いいたします。議長 教育長下崎君,役君児童・生徒ががんについての正しい理解を深め、健康と命の大切さについて主体的に考える力を身につけることは重要であり、この春、改定されました中学校学習指導要領におきましても、保健の授業でがんについて取り扱うことが明記されたところでございます。このたため教育委員会といししましては 平成33年度完全実施に向けまして、今年度は保健主治研修において、がん拠点病院の医師を招聘し、がんの実態や予防法、検診の重要性などについて講義を実施し、がん教育が一層推進されるよう指導したところであり、さらに来年度からは保健体育担当教員を対象に、 がん教育についての外部講師を活用した研修講座を開催することを検討しております。この研修講座では、各学校に配布されました国のがん教育教材の作成協力者を講師に迎え、がんの実態や予防法、検診の重要性についての研修を実施することで、教員の指導力の向上を図ることとしております。また、各学校の講演会などにおきまして、 子どもたちのがんについての正しい理解を深めるため、広島県医師会などと連携を図りながら、外部講師の確保を図ってまいります。これらの取り組みを通して、児童・生徒一人一人が、がん教育で学んだ知識を活用して、自ら生活習慣上の課題や問題点を認識し、かつ解決していく力を身につけさせるなど、引き続き、がん教育の推進に取り組んでまいります。 がん教育のポイントは、まず実態を知ること、次に予防策を知ること、そして検診の大切さを知ること、このように言われております。この子らが大きくなったときに、私たちのように教育を受けなかった世代に比べ、がんに対する認識は大きく変わることが期待されております。予防知識をしっかり学び、検診の重要性をしっかり理解して大人になることで、がんを発症するリスクが軽減すれば、 この上ない成果であると思います県内すべての学校で充実したがん教育が実施されるよう積極的な取り組みをお願いいたしますありがとうございました三<長>点目はがん対策のうち本日は小児がん対策についてお伺いをいたします小児がんは発症数が少なく正確な診断がなされず病院を転々とすることも多く 3ヶ月以上もたって小児がんと診断されたり、1年も小児がんと診断されず手遅れとなったケースもあり、発症から診断まで時間を要することが課題であると指摘されております。まあ、こうした中、東京都においては、小児がんを発症した患者が地域の小児科などを受診した際に、小児がん拠点病院等に速やかに紹介され、適切な医療を受けることができるよう、一般小児科医に向けて小児がん診断ハンドブックを作成しております。 小児がんについては、早期診断が極めて重要です。広島県では、小児がん対策をどのように進めていかれようとしているのか、健康福祉局長にお伺いいたします健康福祉局長、菊間秀樹君。本県の小児がんの年間発生数は、 人人から50人となっており約小児がんの医療提供体制につきましては、中四国唯一の小児がん拠点病院である広島大学病院と、血液のがんを専門とする広島赤十字原爆病院に患者が集約されており、この2つの病院への紹介が円滑に行われ、早期診断につながるよう、県内医療機関との連携体制が構築されているところでございます。またた東京都が作成した 小児がん診断ハンドブックにつきましては、小児がんのより深い理解への一助となるよう、広島県医師会と連携し、県内への周知を図ったところでございます。一方で、小児がん患者や家族は、治療のための長期入院に伴う、付き添いによる家族の二重生活、経済的負担、入院中の教育といった治療以外のさまざまな不安や負担を抱えておられます。このため、広島大学病院では、付き添いの家族などが安価に長期滞在できる宿泊施設を整備しているほか、 社会的経済的な支援の概要、入院中の学校教育などについて分かりやすく紹介した冊子の作成を検討されており、県といたしましても、こうした取り組みに積極的に協力していくこととしております。引き続き、学術集会やテレビ会議などを通じ、広島大学病院を中心とした県内医療機関との連携体制を維持し、早期診断と質の高い医療を提供していくとと,ともに、小児がん患者や家族に寄り添った支援を行ってまいります。 国立がん研究センターの統計データによりますと、この20年間で75歳未満のがんになる死亡率は減少傾向にあるが、減り方のスピードには都道府県で下がり、広島県は平成28年度は上から4位、また平成27年度では1位になっております。取取りりり組組みみのの成果は確実実ににれてておりますがん対策日本一に向かってさらなる取り組みの充実と 県民への意識啓発の推進を要望しておきたいと思いますありがとうございました倉橋俊二君質問の第四は高齢者の運転免許証の更新等についてお伺いいたしますので警察本部長は答弁待機席にお願いいたします警察本部長答弁待機席をお願いします 1>, 君1点目は、高齢者の認知症検査の状況についてお伺いをいたします。後を絶たない高齢ドライバーによる交通事故を未然に防ぐため、75歳以上の高齢ドライバーの認知機能チェックを厳格化した改正道路交通法が今年3月に施行されました。改正後の新制度では、75歳以上の運転者は、3年に1度の免許更新時に認知機能検査に加え、信号無視や逆走など、 特定の違反行為をした際も臨時の検査を受けることが義務化されました検査で認知症の恐れがあると判断された場合は医師の診断を受けなければならず医師に認知症と診断されると免許は停止や取り消しになりますそこでまずお伺いしたいのは同交法改正後現在までに広島県内では何名の方が検査を受けそのうち何名の方が認知症の恐れや認知機能の低下の恐れ と判断されたのでありましょうかまた、その結果、免許停止や取り消しになった例があるのか、警察本部長にお伺いいたします議<長>警察本部長、名新平君。平成29年10月末時点での数字となりますが、高齢者の運転免許更新時における認知機能検査を受検された方は、3万4251人で、そのうち 認知症の恐れがあると判定された方は、841人で受験者の2.5%、認知機能が低下している恐れがあると判定された方は、9128人で受験者の26.7%となっております。また、一定の違反をし、臨時認知機能検査を受験された方は2323 23人で、そのうち認知症の恐れがあると判定された方は、57人で受験者の2.5%、 認知機能が低下している恐れがあると判定された方は六百二十三人で受験者の二十六点八パーセントでございます。認知機能検査で認知症の恐れがあると判定され医師の診断を受けていただいた結果免許停止になった方は一人、免許取り消しとなった方は二人となっております。議長栗原俊治君。 従いまして十五歳以上のこの運転者の方の中の三割がそういう疑いのあるということでございます二点目でお伺いしたいのは高齢者講習の受け入れ状況についてお伺いをいたします県内の認知機能検査や高齢者講習の月別の受け入れ数によりますと今年八月が非常に少ない状況であることが分かりますこれは夏休みの時期であり大学生を中心に 新規の免許取得者が急増するため指定自動車教習所が高齢者講習の受け入れを制限していることが原因ではないかと推測いたしますこのように月別で講習受け入れ数にばらつきがあることは望ましいことではなく状況によっては希望の日程に受けられない事態が発生するのではないかと危惧するところでありますもし推測が正しければ 次に受け入れ数が減少するのは来年2月、3月ということになりますが、このことについて、どのように認識されているのか、お伺いいたします以<上>警察本部長、奈和新平君。当県では、県内の36箇所の指定自動車教習所等に委託して、高齢者講習を実施しております。指指定自動車教教教習習習所等では新規免許取得者を教習する教習指導員が 高齢者講習の指導員を兼務していることが多く、新規免許取得者の教習が増加する時期の1月から3月までと、7月から8月は高齢者講習の実施件数が減少しており、予約が取りにくい状況が生じているものと認識しております以上俊首君、えー、受け入れ数、各自動車教習所の判断に任されているというふうに伺っております。 極端に言えば受け入れゼロの月が発生することもあり得るわけでありまして、警察本部としては、毎月のこの受け入れ枠の平準化や、今後、急増する高齢者、講習受講者に対し、相応の受け入れ枠を自動車教習所に要請するなど、今後の課題に対応した方策をいち早く検討すべきだと思います。先日認知機能検査 それから高齢者講習を実施する指定自動車教習所に実情を伺いに行ってまいりました。特に高齢者講習等の受付に従事する方からは、電話による講習予約については、相手が高齢者で大変時間を要すること、公安委員会から届く通知書の字が細かいため、読みづらいとの苦情が多数あること、実際私も読みましたけれども、確かにその通りであります。通知書の記載事項について説明してもなかなか理解してもらえない。 予約した日程を忘れる方があるため、案内はがきを独自で作成している。検査当日の受付にも、通常よりかなりの時間を要するということで、そのほかにも公安委員会宛ての認知機能検査受験申し出書の作成、採点結果の入力等、その業務量は膨大で、実際の受付現場を見させていただきましたが、大変辛抱強く説明したり、応対をしていらっしゃいました。今後の高齢ドライバーの急増を考えますと、 現状ここののままま放置してておいていいのだろろうか、まあ、素朴に感じたところであります警察本部としては、現状をこのどのように認識,して認識し、どのような対応をしようとしておられるのか、お伺いいたします<上>警察本部長、永井新平君。改正道路交通法の施行により、75歳以上の高齢者については、認知機能検査の結果に応じ、講習の内容が異なることになったことなどから、 指定自動車教習習所等ににおおけるる高齢者講ののの予約の受付に伴う事務負担が増ししてているものと認識しておりますこのような状況を踏まえ、指定自動車教習所等の事務負担を軽減するため、例えば、従前は指定自動車教習所等から通知していた認知機能検査の結果について、公安委員会から通知することにより、認知機能検査の結果等についての問い合わせには、警察本部で対応することとしております。 今後さらに関係者のご意見、ご要望も踏まえて、負担軽減のための方策について検討してまいりたいと考えております。また、指定自動車教習所の繁忙期に高齢者講習の予約が取りにくくなっているという問題については、広島県運転免許センター等で高齢者講習を実施している公益財団法人広島県交通安全協会に対し、 指定自動車教習所の繁忙期における受け入れの拡大を要請することなどにより、高齢者講習の円滑な実施を図ってまいりたいと考えております以上栗原俊二君現状のままでは今後、大きな課題になることが容易に予測される事態に対しまして、対応を怠ることは許されないというふうに思います。県でで対対応応が可能なものはできる限り対応してていいただいて 制度や運用に問題があるならば国に対して改善を要望するなどいずれにしても迅速な対応が求められますよろしくお願いいたしますありがとうございました質問の第5話ヘルプマークの普及啓発についてお伺いいたします平成24年に東京都から始まったヘルプマークですけれども全国に広がりを見せる中本県においてもこの夏導入を決定されたところであります 当初の有償での配布から無償配布に方針を転換され、現在は県の各厚生環境事務所や市長の窓口でヘルプマークを受け取ることができるようになったことは大きな進展であり、当局の速やかな対応に感謝申し上げる次第であります。配布は始まったばかりでありまして、街中でヘルプマークを持った人を見かけることはまだまだ少ないのですが、今後、ヘルプマークを広めていくには、まずはすべての県民に対して、 マークの意味や、マークを持った人への対応などについて知ってもらうための取り組みを進めることが何よりも重要であると考えております。東京都では、関係機関等でのポスター掲示をはじめ、都営地下鉄等の優先席にステッカーを表示したり、最近ではトヨ,トヨタ自動車等を連携して社員への冊子の配布や、社員食堂へのポスター掲示など、従業員への普及啓発活動を進めておられると伺っております。 県においても、チラシの配布や県のホームページ、あるいは広報誌などにより、普及啓発を進めていると伺っておりますが、まあ、残念ながら、ヘルプマークを持った人を見るのと同じぐらい、ポスター、チラシの普及啓発を目にすることは少ないように感じております。ついては、県としてヘルプマーク導入以降、どのような普及啓発を行ってきたのか、また、今後どのように取り組んでいこうと考えているのか、健康福祉局長にお伺いいたします。 健康福祉局長菊間秀樹君ヘルプマークにつきましては、平成29年9月から無償配布を開始しており、これまでに配布窓口である県障害者支援課や県地方機関、市長、障害者団体を通じて約7900個を配布しております。 ヘルプマークの導入に当たりましては、本県のホームページや愛サポート研修、障害福祉関係会議などにおきまして、マークの周知を行うとともに、市長にも周知の協力を依頼して、市長のホームページや広報誌などにより、住民への普及啓発が行われております。今後につきましては、県の広報番組、広島県民テレビでのお知らせを予定しており、さらに社会福祉団体や交通事業者と提携し、 啓発ポススターーのの配布や社内ステッカーの表示に向けて取り組んででいいるところでございます。マークの効果を十分に発揮するためには、県民の皆様の理解促進が重要であり、県民の皆様がヘルプマークを見かけた際は、一歩踏み出す勇気を持って、必要としている配慮や援助を行えるよう、引き続きさまざまな広報媒体を活用し、マークの普及促進に取り組んでまいります。<長>栗原俊二君、ありがとうございました。 しっかりよろしくお願いいたします質問の第6は災害時で災害等で損壊した太陽光パネルへの対応についてお伺いいたします住宅などの屋根に設置されている太陽光パネルが災害などで壊れても発電を続け感電する恐れがあるのにおよそ6割の自治体が感電の危険性を認識認識していなかったことが総務省の調査で判明いたしました これは総務省が太陽光パネルの導入が進んでいたり、去年とおととしの2年間で地震や大雨などの災害にあったりした全国21の自治体を対象にした調査の結果です。災害で被害を受けた6つの自治体では最大で9ヶ月間、感電を防ぐ対策が十分に取られず、住民への注意喚起も行われなかったというのです。太陽光パネルの適切な処理の必要性が一般にしっかり周知されることが必要と思いますが、 この件について、広島県ではどのような対応をされているのか、環境県民局長にお伺いいたします。環境県民局長、森永千恵君。太陽光発電設備は、災害等によって損壊した場合であっても、光が当たると発電し、 感電する恐れがあることから、パネルに近寄らない施工会社やメーカーに対処を依頼する、光が当たらないようシート等で覆うなどの対応が必要となります。しかしながら、こうしたことが住民や設置者に十分認識されていないため、本年9月、総務省から環境省に対し、地域住民へ等への注意喚起及び感電等の防止措置の確実な実施について周知徹底するよう勧告が行われたところです。 こうした国の動きを受け、本県においても市長に対して速やかに注意喚起を行うよう依頼するとともに、県のホームページに太陽光発電設備の安全対策について掲載したところでございます。近年、太陽光発電は戸建て住宅など身近なところで普及拡大していることから、災害発生時には誰もが被害に遭う可能性があるため、感電等の危険性の周知とその防止措置について、 県民一人一人に知っていただくことが重要であると認識しておりますこのため県といたしましてはどこの部分が危険なのかどのように対処すればよいのかなどわかりやすい広報資料を作成し地域の防災教室等で配布するなど市長と連携してさらなる周知徹底を図ってまいります以上口原俊二君ありがとうございました、えー、周知徹底地域住民への注意喚起ぜひ よろしししくお願いしたいいいたたとと思まますありがとうございました質問の第7は、地方自治体が保有する公共データのオープンデータ化についてお伺いをいたします。近年、政府や自治体などの公共機関が保有する各種行政情報を商用利用および二次利用が可能で、かつ機械判読にも適したデータ形式で提供するオープンデータの取り組みが世界中で進められ、 ビビジネススや身近なな公共サービスへの活用が期待されるようになっております国の方針においても、公共データの民間開放、オープンデータの推進が掲げられ、平成28年には、官民データ活用推進基本法が施行され,たされており、全国の自治体では、地理空間情報、防災・減災情報、調達情報、統計情報などの公共データのオープン化が進んでおります。 特に福岡県では、県と福岡、北九州の2政令市が保有するオープンデータについて、検索サイトの共同運営を行っており、保有する情報を横断検索できるようになっております。本県においても、行政サービス向上、イノベーション創出や官民共同を推進していくため、積極的なオープンデータの公開が必要だと思いますが、本県では公共データのオープンデータ化はどの程度進んでいるのか、また福岡県のような 県と市長での検索,検索サイトの共同運営を、本県でも進めてはどうかと考えますが、総務局長にお伺いをいたします<上>総務局長、竹中正宏君。本件におきましては、 これまで統計調査をはじめ、防災、観光、環境、犯罪等のさまざまな情報をホームページに積極的に公開してまいりましたが、データを事業者や研究活動を行う方々が加工しやすいような形式にすることや、対象とする具体的なデータの選定などが課題となり、現在のところオープンデータとして公開できていない状況でございます。しかしながら、オープンデータの取り組み促進に向けて、 国からさまざまなツールが提供されるなど、以前に比べて環境整備が進んだことを受け、先進的に取り組んでいる団体の状況なども参考にしながら、本年度中には、県が保有する公開可能な公共データから順次オープンデータ化してまいりたいと考えております。また、オープンデータの推進にあたりましては、市長のサイトとの連携にも取り組んでまいりたいと考えており、市長との検索サイトの共同運営につきましては、 利用者のニーズや市町の取り組み状況などを踏まえつつ、今後、検討してまいります藤原俊二君。ありがとうございますよろしくお願いいたします。質問の第8は、核軍縮の実質的な進展に向けた取り組みについて、2点お伺いをいたします。1点目ですが、先日開催された賢人会議や国連軍縮会議についてお伺いをいたします。 核兵器のない世界を目指す国際社会の機運は今、一段と高まっております。本年4月には核兵器禁止条約が採択され、現在56カ国が署名いたしました。加えて、核兵器禁止条約の採択に貢献してきた核兵器廃絶国際キャンペーン、アイキャンにノーベル平和賞が昨日授与されました。核兵器を絶対役とし、いかなる場合でも核兵器は認めないという根本思想が、 国際社会の規範として確立した意義は誠に大きいと思います。また、核軍縮の実質的な進展のための県人会議の初会合が、11月27日、28日の両日、広島市で開催されました。この会議は、日本が橋渡し役となり、核兵器保有国と非核兵器保有国の対立を和らげ、国際社会全体で核軍縮を前進させる環境を整える目的で行われ、 来年4月の NPT 関連会合への提言の提出に向け、議論を重ねる考えも表明されました。実効性ある提言を期待したいと思います。今回、2年ぶり5回目の広島開催となった国連軍縮会議を私も傍聴いたしました。核兵器禁止条約をめぐる議論の中では評価に、評価する声が相次ぐ一方、否定的な意見も示されるなど、大変興味深い議論が展開されました。 知事は今回、広島で開催された一連の会議をどのように評価されているのでしょうか、まあ、そして核軍縮の実質的な進展に向けた今後の取り組みについて、広島県知事として、決意をお聞かせください以<上>知事、湯崎秀子君。 核兵器禁止条約の採択や、国際 NGO ・ ICAN ・核兵器廃絶国際キャンペーンのノーベル平和賞受賞により、国際的に核兵器のない平和な国際社会への機運が高まる一方で、核兵器国と非核兵器国との間の溝が一層の深まりを見せる中、世界で最初の被爆地であるここ、広島で、国連軍縮会議および賢人会議が開催され、 核兵器国を含む各国から政府高官や軍縮問題の専門家が集い、軍縮安全保障について議論が行われたことは大変意義深いことと考えております。まず、賢人会議におきましては、NPT 運用検討会議第2回準備委員会への提言に向けて、人道的な見地からの核兵器禁止という規範的な考え方を取る人々と、核による抑止を重視する考え方を取る人々が、 歩み寄るための方策として、深い議論がなされ、全体として議論を進める基盤ができたことは、一定の成果があったものと受け止めております。続いて開催された国連軍縮会議におきましても、核兵器禁止条約や非核兵器地帯の実現をテーマに議論され、NPT 運用検討会議準備委員会に向けて、核軍縮のための具体的な知恵やアイデアが議論されたことは、大きな成果であると考えております。 本件におきましても、核軍縮に向けた具体的なプロセスを進展させるためには、核兵器国と非核兵器国との間の溝を埋めていくことが重要であり、核兵器国が主張するステップバイステップ論の具体的なステップを明らかにすることが必要であると考えております。このため、本年の広島ラウンドテーブルに連携協定を、えー、失礼しました、えー。本年の広島ラウンドテーブルに 連携協定を締結したユニディール国連軍縮研究所やシプリ・ストックホルム国際平和研究所の専門家を招聘して、議長声明を取りまとめ、外務省へ提案したところでございます。県知事会議では、この議長声明を各委員に配布いただいたとのことであり、この声明や国連軍縮会議で出されたアイデアも活用していただいて、来春の NPT 運用検討会議第2回準備委員会に向けて、 実効性のある提言がまとまることを期待しております。本件といたしましても、引き続きユニディール国連軍縮研究所やシプリ・ストックホルム国際平和研究所との連携と、広島における核軍縮に向けた研究機能の強化を図ることにより、具体的な方策づくりを進めてまいります。こうした取り組みを進めることにより、核兵器のない平和な世界の実現に向けて、 核軍縮の実質的な進展に具体的に貢献できるよう精一杯取り組んでまいります議<長>君次は最後の質問となりますが県による平和推進・平和構築に向けた表彰制度についてお伺いをいたします本県が進める国際平和拠点広島構想を推進していく上では本県の情報発信力を高めていくことが世界に対する影響力を強めていく上でも 大変重要でありますそうした観点から、県では平和へ、世界へ平和のメッセージを音楽を通じて発信する、広島平和発信コンサート、いわゆるワールド・ピース・コンサートを平成25年に開催いたしました。このイベントにおいては、平和貢献活動を行う国内外の NGO 等による国際会議の開催や、ピース・アワード・広島として、世界的な平和の実現に貢献した人物や、 団体の功績を称える新しい平和賞が創設されたところです残念ながら、平和発信コンサートは、実施主体を民間団体に引き継ぐことになり、この平和賞についても平成25年度1回限りとなっております。アイキャンへのノーベル平和賞,受賞授与のニュースは、連日テレビや新聞等で報道され、日本だけでなく、世界で大きく注目されたところであります。 ノーベル平和賞は平和に貢献した人や団体に贈られますが、同様に広島の観点から核兵器廃絶や平和構築に貢献した人や団体を表彰する制度を新たなピースワード、えピースアワード広島として県主導で創設してはいかがでしょうか。受賞者には平和記念公演の慰霊碑前でスピーチをしていただくとか、関係者を交えた平和にかかる国際会議を開催するなど、 積極的に情報発信を行っていけば広島から核兵器廃絶や復興・平和構築を推進していくための有効な取り組みになるのではないかと思いますまついては新たな平和賞の創設など広島からの平和メッセージの発信力の強化に向けた取り組みについて地域政策局長のご,ご所見をお伺いいたします地域政策局長小寺博史君 核兵器のない平和な世界の形成に向けて、広島の平和のメッセージの発信力は重要であることから、広島未来チャレンジビジョンにおいて、国際平和拠点としての広島の発信力を強化するための仕組みの構築を目標に掲げて、G7 外相会合などの国際会議の誘致、開催や、オバマ前米国大統領の広島訪問に取り組んできたところでございます。ままたこれまで 平成25年度には、ピースコンサートの実施に合わせて、実行委員会から世界各地で地域に根ざした平和貢献活動を行う方々を対象に、ピースアワード広島を実施し、平成28年度には音楽活動を通じて平和を発信した者を対象に、広島ピースプライズを創設し、世界的ピアニストであるマルタ・アルゲッチ氏に授与したところでございます。 今後、さらなる発信力の強化に向けましては、平和のための取り組みは10年、20年という息の長いものであり、広島を起点として、国、県民、市民、企業、NGO など、世界からさまざまな主体の参画を促し、連携し、継続的な,続的な取り組みを可能とする仕組み作りが必要であると考えております。 このため、今後は G20 関係閣僚会議の広島誘致をはじめとした、各界のリーダーの広島訪問の促進、オンラインを活用した時代の国際平和貢献人材育成のための学習プログラムの提供、世界経済人会議の開催を通した企業、NGO の平和活動への参加の促進などに取り組んでまいります。 新たな平和賞の創設につきましても、発信力の強化に向けて、広島を起点とする世界からさまざまな主体の参画を促す仕組み作りの一つとして、意義の深い取り組みとなると考えております。このため、今後、被爆地・広島としてふさわしい平和賞の在り方などについても、研究していく必要があると考えております。こうした取り組みを 通して発信力の強化を図り広島の国際平和の拠点性の向上につなげてまいりたいと考えております以上栗原信二君ありがとうございました今回の条約採択やアイキャンのノーベル平和賞受賞は世界の大きな流れの変化だと私は思っております広島県は湯崎知事を先頭に核兵器のない世界実現のための具体的な貢献を積み上げていただきますよう 心からお願いを申し上げたいと思いますありがとうございました最後に公明党の姿勢につきまして一言申し上げたいと思います公明党は地域密着型の政党でありますその政策実現の視点は常に地域であり地域で暮らす人々の生活現場にあります地域の課題を的確につかみ政策に反映していくこのかけがえのない公明党らしさをさらに磨きながら私たちは頑張ってまいります ご清聴ありがとうございました。 明日も引き継いで質問を行います明日は午前10時30分から会議を開きます本日はこれをもって散会いたします